皆さんこんにちは。豊橋市役所農業支援課の松橋です。今回の豊橋ナウでは、豊橋で新規就農してみりんと題して、豊橋に移住して農業を始めた方のお話を伺います。豊橋市では市内の農家さんへの支援はもちろんですが、市外から移住される方への就農支援も行っています。こちらは13年前に農業をするために豊橋市に移住され、豊橋市の就農支援制度を活用した浜田さんです。浜田さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。浜田です。浜田さんは移住される前、どこで何をされていたんですか？私は石川県で建設コンサルタントというところに勤務しまして、測量とか設計業務をやってました。なぜ豊橋に移住して農業を始めようと思ったんですか？前の会社へ勤めながら就農活動を私はちょっとしてまして、約2年間ぐらい全国いろんな産地を回ったんですけども、そういうふうな活動しながら、私はもうミニトマトを作りたかったんですね。ミニトマトを作るためにはどこの産地で作るのが安定するのかなというところで、ちょうど豊橋市の方から新規就農者支援事業っていうので、新しい就農者を募集する事業がありましたので、そこに応募したのが一つの大きなきっかけになりましたね。初めての土地に住んで初めて農業するということに不安はありませんでしたか？不安だらけでしたね。ただ研修先の農家さんだったり、あとやっぱり周りの方だったり、もちろん豊橋市 その支援事業で来てますので、手厚い行政のサポートがありましたから、一つ一つクリアできたっていう形で不安は解消できました。はい、では今後の目標や展望があればお願いします。今のミニトマトを作っている栽培面積を規模拡大という形で広げたいと思ってます。あと展望については、若い人たちが定住できる、あと新規就農者を呼び込めるような力もありますし、そういう方たちのプラットフォームになったり、雇用を生んだりとか、町を潤わせるためにどうしたらいいかっていうところでの、力を発揮したいなと思います。最後に新規就農を考えている方に一言お願いします。はい、やる気があればいろんな形で豊橋市も、あとこの地域の生産者も力になってくれますので、最初は不安もあるでしょうけど、やりたいという気持ちを持って新規就農者の方々には来てほしいなと思います。はい、豊橋市では新しく農業を始められる方に資金面の支援などを行っています。新しく農業を始めたいという方は農業支援課へご相談ください。浜田さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。続いてはお知らせです。豊橋市の戸籍システム公開などに伴い、ご覧の期間においてコンビニ交付システムの一部および全サービスの停止を行います。ご不便をおかけしますが、システム公開に欠かせない作業となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。市役所および市内8カ所の窓口センターでの交付は変更ありませんので、ご利用ください。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、豊橋市市民課電話 0532-512273 へお問い合わせください。さて、今回の豊橋ナウはいかがでしたか？次回もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。